今から20年ほど前、熱海某所に家族旅行に行った時の話。実家から3時間ほどかけて熱海に到着し、宿泊予定の某有名ホテルに着いた。宿泊先のホテルに着くと、まずはそのホテルにある大浴場に行くのが我が家のルール。荷物を部屋に置いてすぐ親父と弟の3人で大浴場へと向かった。そのホテルの大浴場は最上階にあり、眼下には海が見えるという大浴場。ちょうど誰もいなかったので弟と2人で浴槽を泳ぐ。親父は体を洗いに行った。ひとしきり泳ぎ少し疲れた俺は浴槽の縁に座って休んでいた。弟は相変わらず泳ぎ、親父は体を洗ってる。その時なぜか出入り口のドアの方に視線が行ったんだよね。ただふっと、何か感じたとかじゃなく、ただふっと。出入り口のドアは化粧ガラスっていうの、片面が薄く白く塗装されてるあれ、あそこに何かの影が通り過ぎていったのを見た。多分ドアの奥、つまり大浴場にいた何かの影が映ったんだろう。その形容しがたい、やたら上半身がでかくて足が2本生えた形の影が何なのか、その時は分からなかったんだけどさ。数年後、俺はユーマの類が好きだから、それ系の本は見かけたら必ず目を通すんだけど、ある時見た写真にその影の正体がいた。人魚っているよね。下半身が人間で、上半身が人間で下半身が魚のあれ、それの逆バージョンの写真があるんだけどさ、その逆バージョンがまさにその影そのまんま。その写真自体コラだ、偽物だ言われてるけど、あの時見た影は正しく、まさしくそれだった。